疲れ様です。今日どうぞよろしくお願いしま す, お願いします。お疲れ様です。この辺がね難しいよね。本業と副業のバランスをそう、まあ、うまく両立するんだったらやっぱり、うん、一月に一遍は休むけど、それ以外はできる限り外に出る、うん、若いからできる話やけん、やっぱり今できることは今やっておきたいですよね、正直。近年、若い世代から注目を集め、憧れの職業の一つとなった YouTuber。 YouTuber とは、全世界に20億人以上のユーザーが存在する世界最大規模の動画配信サイト YouTube へ自作の動画を投稿する人々のことだ。そんな YouTube で多くの人を虜にするある男がいた。この番組はそんな男の日常を追うドキュメンタリー番組である。今回密着させていただくということで、はいはい、今もう遅い時間6時をご指定いただいたんですけれども、この時間からの指定というか差し出された理由って何かあったんでしょうか。ああ、なるほど、うん、実はですね、私これでも仕事帰りなんですよ。これから仕事終わって、はい、で明日また仕事なんですけど、その間に動画を撮り行こうということで、あえて休みを使わずに動画を撮り行くっていう、社会人じゃちょっと厳しいのかなと思うんですけどね、はい、まあそれもあって今回はこの6時に岡山駅というね、はい、感じにさせていただきました。はい、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ今からは撮影に密着させていただくってことなんですね。そうだね。あ、わかりました。じゃあ改めてよろしくお願いします。じゃあここから撮影始まっていくんですけれども、今からどんな感じで動きますか。とりあえずね、ここから四国へ渡ります。四国。四国。おお。明日仕事なのにね、はい、四国行くっていうただのバカなんですけども、はい、うん、四国のね、とある特急列車の動画を撮り行こうと思うので、ほう、この時間から行かないともう間に合わないんですよね。あ、うん、そうなんですね、わかりました。なのでとりあえず、はい、行きましょう。あ、わかりました。ご飯とかはちなみに。ご飯、夜飯の話かな。そうですね、夕飯か。俺は弁当作ってきてるけ、別に買う必要ないんだよね。うん、すごい、お弁当ですか。いや、基本今もう自炊じゃけん、はい、弁当とかも基本作って出かけるのよね。はい、うん、まあ本当になんていうの、2泊とか3泊だったらやっぱ買わなきゃいけないけど、はい、まあ、今回1泊もしないから、はい、そう、弁当作る。じゃあもういきなりじゃあホームで大丈夫なんですね。はい、見えるかな。はい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 、うずしおつのがあるよ。はい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 、これのね、どっちかに乗ります。おお、どっちだと思います。どっちも遠すぎますよね。徳島も高知も遠いなっていう。そうだよね。ちなみにどっち乗っても終点まで行くんですか。どっち乗っても終点まで行きます。マジっすか。そうです。で、ちなみに明日仕事が1時から。そうですね、13時から仕事です。ということで、じゃあ7時からじゃあ今日の旅がスタートしていくってわけなんですね。そういうことですね。はい、こっちが宇治市を、はい、奥が南部、はい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 、高知駅と徳島駅をね、はい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 、はい、さあどっちだと思う。いや、高知はね、さすがに遠すぎるんですけど、うん、もう今日のですね、第3のやってることから考えると、うん、もう高知行ってもおかしくないんじゃないかなって思ってますね。なるほどなるほど。はい、じゃあ南部か。南部です、はい。残念。あ、マジっすか。南部じゃないんだわ。あらま、うずしおなんだわ。おお、うずしおですね。徳島まで行きますよ。あ、ちなみにね、先に言っとくわ。はい、どうぞ。徳島でね、今日の移動終わりじゃないんだわ。え先に言っとく。とりあえずね、はい、徳島にまず行きましょう。わかりました。仕事終わり、7時から徳島ですね。そうですね、バカじゃねえの、はい仕事終わりに徳島に行くという常人では考えられない行動力。動画にかける彼の思いはどこまでのものなのか。今回は YouTuber 仲間のガミと大隅も撮影に同行する。ご乗車ありがとうございます。
いや早速ちょっとお聞きしたいんですが、うんうん、仕事ってさっきお話しされたと思うんですけど、うん、なんか僕の中では大さん学生のイメージだったんですが、ちょっとどういう風に最近、まあ、状況になってるのかを聞いていいですか。実はですね、私3月でちゃんと卒業しまして4年でね、ほいほいほい、まあ、社会人として今広島で一人暮らししてるんですよ。あ、これがまず基本情報。広島に行っちゃったんですよ、私関東から出てったんですよね。ちなみに、まあ、今日6時集合ってわけなんですけど、うん、簡単に仕事のなんかどういう時間で動いてるって、もしご協力できればお願いしてもいいですか。なるほどね。一応ね、仕事の時間はね決まってんだよ、はいはいはい、決まってんだけど単位によってね、あの違うんよね、うんうん、時間が、うんうん、まあ、今日はねちょっと、まあ、早日勤じゃないけど、うんうん、8時から16時24分までだったんですよね、うんうんうん、まあ、17時過ぎの新幹線で岡山来たって感じなんですよ、うんうんうん、桜に乗ってね。もう本当は望み乗ろうと思ったんですよ、はいはいはい、ハイスピード料金ケチったんですよ。結局今仕事しながら動画撮ってるけん節約で動かなきゃいけないよ。学生の時はまあ実家だったけん、まあ、そこまで節約する必要なかったんだけど、うん、生活費とかもねやっぱり自分で何とかしなきゃいけないけん、うん、まあ、できる限り節約、うんうん、そうお弁当もそう、その一環よね。で一段岡山出たね。はい、改めて今回どうぞよろしくお願いします。今回第3密着ということなんですけど、ガミさんから第3とどういう、なんだろう、関係だったというか出会いといいますか、最初からなんか今に至るまでというのを簡単に教えていただいていいですか。5年前ぐらい、はい、僕は結構昔に YouTube やってて、はい、で彼がまあ視聴者だったんですね、うんうん、視聴者でなんか最初は僕の自分の予定をなんか公開するっていう、はい、なんか今じゃ全くネットで新しいと関係もないようなことしてたんだけど、うん、それで彼が来てくれたんだよね、うん、そこからもう YouTube やりたいですっていうので、まあ、一緒にいろいろ話しながら、まあ、で彼も YouTube をやってる、うん、そこからまあ動画で一緒に行ってみたりとか、まあ、お話をしたりみたいな感じで続いていくというか、そうだね、昔はよくあったね。私もね、まあ、出会ったのはほぼ一緒の時期で、はい、現実僕の方がちょっと後だったんですけど、ダイさんが YouTube のチャンネルを開設した日に私は始めたんですね。おー、すごい。その後も結構いろいろ一緒に旅行行ったりとか、私は結構結構なペースで一緒に旅行行ったりとか。ダイさん、デッキに来てどうしたんですか。もうすぐ歌ずに着くんだけどね。はいはいはい、はい、これ南風渦潮なんですよ。はいはいはい、歌ずでね切り離しあるんよ。おで、南風がね、先出るんよね。はいはいはい、はい、切り離しちょっと見ようかなと。おいいっすね。始めたっていうのはスマホ持ち始めて、うん、まあ、YouTube で見るようになって、その頃からだよね、多分。デッキップに関してはなんでだろうね、なんか知らんうちに身についてた。あ、お疲れ様です。あれどうしたんですか。いや、忘れじゃけん。おお。おお。お、ダイさん、夜ご飯ですか。夕飯です。おお、弁当ですか。弁当です。え、すごい。え、ダイさん、手料理するんですか。基本自炊です。すげえ。おお、ちょっと失礼しますよ、はいはい、これちょっとメニューのご説明いただいていいですか。タケノコご飯、はいはいはい、唐揚げ、はいはい、手抜きご飯。すげえ。え、これ全部自分でやってるの、冷食じゃなくて。唐揚げは惣菜買った。ああ、え、ダイさん自炊するんですね。いや、基本自炊。あ、マジっすか。外食基本しない。あら、しないよ。ただしまります。壮大な味がする。はい、ダイさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に来ちゃいましたね、徳島。誰来たね、徳島ね。いや、こいつにずっと乗ってきたわけよ。徳島で今からお泊まりでみたいな感じなんですか。いや、さっきも言ったじゃないですか、徳島で終わるわけがないと。あ、そっか。乗り換えです。乗り換え。乗り換えです。
6分後の列車乗り換えなんですわ。あ、マジっすか。まだ行きますか。移動しよう。はい、次はこれはどちらに。これはですね、はい、JR 麦線です。麦線、これに乗っていきます。はい、わかりました。はい、最終ですよ。ちなみにですね、この列車終点まで乗ります。終点の時まで各駅に止まってます。あと2時間。はい、第3、はい、いやー5時間ぐらいかけましたね。そうだね、やってきましたね、麦駅ね。麦駅ですね。室戸の車両もいるけんね。いやすごいっすよね、室戸。いや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 。で、今日の行程なんですが、麦に来て、まああとはどっか泊まりでお休みでいいんですか。そんなに生優しくないですって。どはあ、麦行きでしょ。はい、こっから先列車ないでしょ。じゃないです。ただ明日阿波海南から動画撮りたいんよ。ああ、ということで、つまり阿波海南まで歩きます。え、今からですか。もちろん。阿波海南って、うん、2、3キロでしたっけ。11キロぐらいだね。誤差誤差。わかりました、うん、じゃあ今から歩くと。そうですね、2時間40分ぐらいですかね。まずダベってゆっくり歩けばね。はい、わ、うん、かりました。じゃあ行きますかね。はい、ちなみにね、ルートこんな感じなんよ。うわ、大して遠くないって。うわ、行くんよ。めちゃくちゃ怖いよこれ。ガサガサ物音してる。車が特に怖いよ。明かりが増えてきましたね。そうね、うん、実はね、はい、見えるかな、あそこに駅あるんよ。え、あの明るいですかね。そうそうそう、お、見えます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 。あれがね、サバセって駅。はい、サバセなんだ、うんうんうん、麦が一つ目の駅です。はい、うわ、ね、0時、いや1時間かかるんですね、一駅来るだけで。ちなみに列車4分4分を1時間うわ、だいぶ僕はあの足結構痛いんですけど、大さんどうですか。まあ、アップダウンがあるけどね。はい、若干負荷はかかるのかな。まあ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 、まあ、いやー、大さん歩きましたね。ねえ、そうね。これ終点ですか。阿波海南です。おお、とりあえず今阿波海南に来たんですけど、うん、今日の目的地は阿波海南です。来ましたか。はい、まあ今の時間がですね、はい、2時前なんですけど、はいはい、6時の列車にですね。6時ですか。はい、動画を撮ろうと思うんですよ。朝6時台ってまだ5時間あるわけですよ。まあそうだね。例えば大さん、まあ、これまでよく歩いたりとか朝まで潰したりとかってされてると思うんですけど、うん、どういう感じでいつも潰してるんですか。とりあえず座れるところ探して時間まで待つ。あ、なんかね、待合室空いてるっぽいんですよね。おー、確かに。ただね、うん、なんか書いてあるんですよね。おお、ね、9時か。まあ空いてないのかなと思うんですけど、ね、まあ悩ましいですよね。まあここに書いてもね、うんうんうん、大さんがこう夜中とか時間を過ごすと思うんですけど、夜中の過ごし方っていうのは何かあるんですか。過ごし方ね、はい、まあ一つは動画の編集ね。はい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 。でもう一つはね、寝ちゃえよ、アラームかけて。ただね、条件があって、はい、お金そんな持ってないことはお財布に入れすぎたらね、やっぱ持ってかれっけ、はい、そこは注意しないといけない。あ、まあ、じゃあやることが何もないというわけではなくて、うん、まあ、少なからずいろいろとやることがあると。まあ編集があればそれ、まあ他に時間の過ごし方はいっぱいあるけね、人それぞれ。おはようございます。時刻今朝の5時40分。休めましたか、そこそこに。まあ普段よりは休めたんじゃない寒いけど。ダイさん今動き出してるわけなんですけれども、うんうん、今はこれはどういう感じでお散歩ですか。オープニングそろそろ撮ろうかなと思いまして。ああ、ただいかせん寒いもんですから、はい、ちょっとこの寒さに慣れてからオープニングしようかなって。おお、
大さんはそのオープニングは結構準備をしてから撮るんですか？うん、まあ、準備はするよね。もうさすがにね。基本情報はなんかやっぱ入れなきゃダメよね。例えば俺から乗るの特急列車だけど、その特急列車どういう特急なのかっていうのはやっぱオープニングの中ではちょっと話さないといけないよね。であとはまあなんでこの動画が興味を持ったのかよね、自分自身がね。基本私が出す動画っていうのは私が興味を持ったものしか乗らないって。ほう、そう、あ、これ面白そうでしか組まないけ、なんで興味を持ったのかってね、やっぱり、ね、オープニングに出てくるわね。あ、そろそろなんか決まったような感じですね。オープニングは決まったんよ。お、あとはね、はい、うまく駅名がわかるところにはね、最初は駅名とか場所が分かるっていうのは一つこだわりなんですね。やっぱね、あのどこにいるかっていうのはね、あの分かんなきゃまずいよね。基本動画のスタートっていうのは駅から始まるよね、はい、でどこの駅にいますよっていうのはやっぱり入れた方がいいよね。皆さんおはようございます。現在私は JR 阿波海南駅に来ています。今回この動画はJR 四国で最も乗り通ししづらい特急室戸2号に乗ってみたということでお届けしていきます。阿波海南から徳島までね、室戸2号乗り通してみようと思います。決まりましたか？おお。今これ撮ったけど、はい、あの列車乗るまでにオープニング編集終わらせるけ、ちょっとそれはね、はい、いろいろやっていくんだけど。そうですね、うん、乗車前から編集がやっぱスタートしていくんですね。そりゃそうでしょ。あのね、あくまで個人的な目標だけど、はい、あの降りる時には8割方完成している。まあ例えばね、オープニングがね15分しかありませんでしたって時間、そしたらオープニングなんで編集してる余裕ないけん、まあ5割程度、というよりね、なんて言うんだろう、5割下回るとねやる気が失せるんよ、動画編集の。ほほほ、やっぱね8割型7割型終わってないと、うん、なんかね編集する気にならなくて、はあ、一番いい例がね半年ぐらい放置したことあるよね。あ、そうなんですか。うん、本当にねやる気が出ないよね。へ、あの1からスタート、いやなんかめんどくせえなってなっちゃう。あ、だからね、結構ね即日上げたりとかっていうのはねあるんよ、はい、降りる時には8割完成してる。へえ、まあこれが目標よね、一つの。うんうんうん、ご覧の通りね、阿波海南駅のホームには室戸2号にある普通列車の徳島駅というのは待っていません。ご覧いただければ JR 阿波海南駅の次世ホームです。ホーム行きました。で、現在の時刻が6時20分で、まあ乗る列車が何時ですよっていう、まあ、時刻表じゃけん、まあ、ちょっと普段とは違う方向で撮ってるけど、で、そうするとこういう風に繋がる。やっぱね、直感で基本とんけ、あのパターン化してるって言ってもやっぱね、必ずパターン通りになるわけじゃないけ、パターンはずれるけ、そこはもう直感で取っていくわけよ。意外と倒れるんですね。
今は座席じゃなくて前の方に撮影に行かれたと思うんですが、あれは何か意図があったんですか？麦線自体単線じゃけん、はい、結局途中駅の行き違いがあるんけんね、で日傘で行き違いがあるってさっきね、待ってる見たのよ、ひょっとするとここで撮るとホームのね奥側止まってるけん見えないんよ、行き違いっていうのね。だったら前面から行き違い見た方がいいよねっていう。あ、秒数とか、先にいるかいないかとか、そういうことを計算して前に行ったっていう。一応前にね、行ったっていうのはある。今室戸号を降りてきたわけなんですが、ね、もう早速特急乗るという話で乗ってますね。いや乗り換え時間5分よ、動画閉めてね、はい、結構きついよね。しかも正面じゃないけんね。あ、こんなに焦らなきゃいけなかったんですか？ちなみに死んでもこれ乗らなきゃダメでしたか？これ乗らないと間に合わないんですよ。後続の、ね、特急列車っていうのがねちょっと時間空いてるけね、はい、結局そこしかも高松からマリンライナーに変えなきゃいけないけ、はい、乗り継ぎ悪いよね、はい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 、ただでさえこれ乗ってもね結構時間ギリなんよ。あ、そうなんですか？結構ギリなんですよ実は。あ、動画としてはあれでも締めで OK なんですか？ OK です。いつもねどうしても締めはね駆け足になること多いけね、はい、しょうがないよね。ということで時間が10時、37分ぐらいですかね、岡山で戻ってきました。ねえ、戻ってきたね。24時間経ってないからね、まだ16時間ぶりの岡山。はい。とりあえずね、岡山からはね、新幹線乗るけ。ああ、新幹線なんですね、今度はね。行こうや。はい。やっぱりでも仕事関わるときは新幹線っていうこともちょくちょく。そうね、結局今日に関してはだってもうあと2時間以内に出勤しなきゃいけんけんね。本当はね、こだまに行く予定だったんよ。こだまでのんびり行く予定だったんだけどね、早いったけね。おお。広島についてはちょっとね、安くてうまくてお腹いっぱいになるとこ行こうかなと思って。おー、いいですね。お疲れ様です。時間が11時23分、広島に来ましたね。来たね。お仕事までは残り何時間でしたっけ？まず1時間半よね。まあ、寝てらっしゃらないという感想なんですが、大丈夫ですか？余裕。マジっすか？余裕のよっちゃん。余裕のよっちゃん。とりあえず腹が減った。ああ、さすがにでも腹減りは抗えない。ああ、広島駅からやや歩いてきましたよね。だね、来たね。はい。今ダイさんこれどこにご紹介していただいてるんですか？コストコに行こうかと思いまして。コストコ？ほう。マツダの隣にあるね。ほう。だけね、安くね。あ、コストコがいいんですね。そうそうそう。だから望みに乗ったと。そうですそうです。ああ。出勤まであと1時間半切ってますからね。おお。15分ぐらいか歩きましたね。歩いたね。これですか？これよ。ちょこちょこ来るんですか、コストコは？たまに来る。腹減った時。ってことは、ガダイさんはもちろんコストコの会員と。持ってますよ。はい、コストコですね。コストコだね。ダイさんのじゃあお昼ご飯ご紹介していただいてもいいですか？お昼ご飯ですか？はい。ホットドッグです。はい。でかい。でかい。180円。おお。ドリンク飲み放題。おお。あとはこれは？ピザ。これこちらおいくら万円で？380円。おお、じゃあ2つで500円ぐらいでお腹いっぱい。お腹いっぱい。ワイルドですね。ワイルドですよ。はい。うまい。でかこれで380円。おお、いやーすげえ。お弁当からのこのなんかすごい。朝ごはん食ってないけど。ああ。というわけでコストコでご飯食べて、で今時間が12時20分ということで、ダイさんはじゃあいよいよ仕事。はい、じゃあ
とりあえずお仕事を本当に頑張ってください。いってらっしゃい。はい、ということで今時間が9時45分、ね、お疲れ様です。お疲れ様です。仕事をじゃあ8時間ほど8時間弱今からは撮影ではない、はい、と言いたかったけどない。じゃあいよいよお家にお帰りと。ちょうど来たけあれ終わらないと、はい、20分後なんよ。あ、はいはいはい、はいはい、ということで、今西条駅ですか。これは撮影じゃなくてこれも最寄り駅ということでよろしいですか。そうよ、私今一人暮らししてるので、はい、東広島の西条ってとこなんですよ。はい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 。時刻が11時過ぎですね。そうだね。お家ですか。帰ってきたよ。いやお疲れ様でした。はい、というわけで、まあ、今回のこの第3の密着結構ガミさんも気になってたってことで、はい、全部やっていただいたわけなんですけれども、せっかくなので横に並んでいくことも多分あまり多くはないっていうかね、カメラであると思うんですけど、ね、大さんになんかこう質問したいこととか何かありますか。気になったこと、気になったことでも全然いいんですけど、なんかこれだけはもう何度言うけど本当に重ならない気をつけないとダメ。それはそうですわ。そう、うん、確かに休んでるかもしれないけど休むようにはしてますけど、もっと休んでいた方がいや、もっと休むと本当にもう成り立たなくなっちゃうけこの辺がね難しいよね。本業と雇用のバランスを、そう、うまく両立するんだったらやっぱり一月に一遍は休むけどそれ以外はできる限り外に出る。てか出不精じゃけん無理やり体を外に出す理由を作らないと本当に困ってて、あ、いやその辺も結構大事だと思うけど、結局ストックがなくてどうも休みます、ごめんなさいっていうパターンもあるけん、ね、まあでも多分10年後にね、気にしてその後に出勤したら絶対できない。あ、無理です無理です。今だからこそできる話です。若いからできる話です。やっぱり今できることになってて健康的な食事をしてできる限り健康な睡眠とか健康な生活を送って、まあで、僕までに体をぶっ壊すと。ああ、いやちょっと結構思わずいけど、ね、まあそれは冗談ですけど、健康的な生活を送ってそこら辺ね、のだれ死ねばいいと思う。死なないようにまあ、そこはうまく、まあ、大隅さんにも今回道中でいろいろとお話を伺ったわけなんですけれども、大隅さんからこう直接なんかこう質問でもいいですし、なんかあったらぜひちょっとお願いしたいです。まあそうですね、まあ、やっぱり、まあ、今年からあの第3社会人になられたということですけど、やっぱり今までその学生だったわけで、学生と社会人って一番何が違うかっていうと、やっぱり自分の体調管理もきちんと求められるというところがやっぱり一番の大きな違いであって、大真面目な話しちゃってすごく申し訳ないんですけど、まああのまあ、体調を崩したってなった時に自分の管理能力がないってことになっちゃうと思うんで、うん、まあ、だからそこのところうまくやりながら、まあ、今後も続けていってほしいなっていうふうに思います。二人とも俺お説教されました、ね、いやいや説教されましたよ。体に気をつけます、まあ、頑張ってほしいなと思います。ですね、わかりました。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございました。